Makai.呪いや恨みによって死んでいった者たちの思いによって生み出された文化、そこには人形と呼ばれる獅子隊英雄たちが果てない戦いを永遠に繰り広げ、それは地上に降りかかる災いの封印する空間でもある。その魔界を守り死を生み出すあれの生命、六天魔王の妹お市の方の連合軍である五芒星、 そして魔界を乗っ取らんとする黒魔術軍、さらに史上最大の怨霊平将政角の復活を狙う魔界水軍、魔界少女剣悪老が仕掛けた魔界念と戦う者全てが戦いに何かをかけた戦う魔界水軍、藤原の住友は時代家の隠れた能力に五芒星軍、 末高く瀬は黒魔術軍の侍大将、知恵の復権の条件に戦う阿部の生命の策によって破れ、記憶を失った鶴姫本人、安成安房の大三島の念願の話し、地雷や運命を戦いは悪王の最後の策でもある。覚醒した帝王は魔界に何をもたらすのか、 Yeah!
魔界の均衡は崩れた。しかしそれはより強い魔界を作るためじゃ。真の魔界の式神が生まれよう。そのために魔界衆にも犠牲が出た。大きく、ヨウブダヌキはもはやこの魔界にはおらん。 魔界の式神って何？お前もまたその一人。あ、地球？その時は間もなく来る。今宵は魔界に風が吹く。その風は五芒星君黒魔術君魔界水軍。いずれに吹くかも。そして、あの男の真意はどこにある？<笑>まあ、楽しみじゃ。風？あの男？どういうことなの師匠？ 生命様恐らく黒魔術軍に捕らえられているのだ。わしが鬼圧を救わねばならぬ理由などないわ。ええ、生命殿がいなくなるこの魔界は黒魔術のものになります。ならばそれが運命じゃ。その時はわしが黒魔術を倒し、 この魔界の名手となろうぞ。何ということ。何度も言うが、わしはそもそも黒魔術の侍大将じゃ。成り行きでこの軍に身を置いたが、潮目も奪われ、わしがここにいる意味はない。鶴姫、高房殿と立場は違えど、私もこの軍で戦う意味が分かりません。 鶴姫よ、ならば私と共に黒魔術に行かぬか。おい、ちょっと待てよ。せっかく仲間になったんじゃねえか。楽しく行こうぜ。なあ、才蔵。わかりました。あなたたちは頼みません。私一人でも生命様を救いに参ります。 組みする組もりはありません。ならば水軍か。水軍にも組みする組もりはありませんが、救わなければならぬものがいます。なるほど、それがお主の戦う理由ならばそれもよかろう。わしはわしの戦う意味を探す。この魔界で。 そうずらか、春樹とお菊が。わしがいたから助かっちゃった。お前が言うな、一番に逃げたくせに。
仲間じゃ。なんで？そもそもお前が私を巻き込んだやろうが。変な模様は出てくるしな。なにこれ、めっちゃ高い格好切りやけ。結界が弱まれば死を迎えることになるがな。わっちお前らも何人が生き残れるのかな。なんだとこの山。すごいすごい、お前の恋の時間でもするか。作詞じゃない。生命は黒魔術に囚われてるんだ。さてどう奪ってくれる。何か良い案はないか、クキ。それなら良い案があるぜ。刑事、武吉との激闘、しびれたぜ。
わしも一つ相手させてもらおうか。Come on!
Thank you.
うん、もしもし、お前たち二人相手してやろう。を手に入れたくば己の力のみを頼れ。戦えというのですか。
彼らをその戦いへ加えてもらおう。ヤスフサ、あなたは鶴が渡さる。お前だけには Green bodies engaging in battle, how amusing!ならば断魂の儀式にしてやる。承知。それではこの戦い、奪魂の儀式として行う。勝てば、お前たちの望みを叶えた。覚悟は良いな。Thank you.
勝者。望みを言うがよ。鶴姫様に安房の記憶を。甘口の記憶。よかった。まだありしあらしライスまだありしまだありしまだ悪に染まりきっておらぬか。悪路はこうも簡単に術を破られるとは先が思いやられるの。悪に安成、お前の情けは奴にはどんな刃よりも痛い。分かってやれ。辛いのはお主だけではない。竹内殿、安成。鶴姫様、安成。わしの目論見はまたも外れたか。邪魔者もおらずうまくいくと思ったが、これも運命か。
返し。返してもらいます。お前に何ができる。眼中越し、八軍越し、御用越し、陰陽に証言し、外国人に返しさせる。お前の霊力は百回戦の力で上回っている。ガラシャ様には聞かなかった滝夜叉の霊力がことのほかお前には効いたようだな。面白い。者のそばには生命がいる。それでもよいのか。お前よくなる。ならばこの者がお前の相手をしてくれる。コタローだ。やはりコタローは黒魔術に戻ったすらか。この者もまた愛しき者と友の間で揺れる男。ツナ、お前の相手にふさわしい。誰であろうとわしが戦う。戦うことでしてわしはこのマカイで生きれる。連合会試合を裁く。承知して、勝った者はいかがする。我らが勝てば綱をもらう。我らが負ければ滝夜叉の呪いを解いてやる。ようかん。それではこれより今宵最後の試合を取り行う。覚悟はいい。始め。Thank you.
重織様、私はあなたを許さぬ。